めぐみええくれない、または、カラワイは、香港の女優。第1回並びに、第16回第36回香港伝英金像、進むの主演女優賞受賞者。2012年に亡くなった、香港のアクション俳優オースティン・ワイは実刑。1960年2月2日、香港に生まれる。めぐみ家は、もともとは、三島省の満州族で信頼の満州八旗の一つ、聖。 キハタハーカナヘシャゲシの家柄であったが、1949年の共産化の際に球団と迫害に遭い、さらにエイクレナイの祖母が無ごたらしく殺されたという過去を持つ。一家は香港に逃げ延び、1963年にエイクレナイの父が賭博で全財産を失ってからは極貧の生活を送った。八人いた兄弟姉妹の年長者はおのおの撃団に売られ、 後に俳優となった兄オースティンは今、有名競技劇団、春秋技劇学校に送られた。やがて、家計を助けるため13歳で、ナイトクラブのダンサーとして働き始める。そこで、ショーブラザーズの看板監督であった、チャンチェに見出され、1977年、金玉両縁功労ロームの配役として、デビュー、同年チャンチェ監督作、茶英雄伝で、牧年寺を演じた。 チャンチェは、過去中国の風習としてよく行われた、義理の親子のちぎりを、多くの俳優と結んでいるが、長い監督生活の中で義理の娘はただ、数えくれないのみである。1979年には著名な武術指導で、映画監督でもあるラウ・カーリオンに抜擢され、少林皇帝剣、マット・クン・フー・サル剣、ワンス・アポン・ア・タイム英雄少林剣武漢劇等などの、イサオ映画に出演し、 リュウケパンの一員として、厳しい撮影や訓練に耐えた。そして主演となる1981年の、ラウカー・リョン監督作、レディー・クン・フー・ゲキ・トで、第1回香港伝英金像、進むの主演女優賞を受賞した。リ・カンサチやソハラ監督作品などにも数多く出演、東洋のハリウッドと呼ばれた、ショーブラザーズを彩る女性イサオスターの一人として、活躍した。しかし、 そのショーブラザーズが1985年に映画から撤退し、無線電子に事業を一本化した頃から、イサオ映画の制作が目に見えて減り、低予算の独立プロダクションが制作する現代、アクション映画に出演するようになってゆく。やがてシベールフーやミセールキングといった新進の女性アクションスターに押される格好となり、仕事が激減した。 後に本人が語ったところによると、年齢を重ねるごとに、主役から脇役に回され、自身の加齢と向き合うことができず、うつを患い、2000年には睡眠薬による自殺未遂を起こしたこともあったという。その後も、映画やテレビドラマでアクションのないバイプレイヤーとして、地道に活動を続け、2009年の香港マレーシア、韓国合作、シンマにおいて、 中学生と交際する23歳の息子が、少女の親から強姦罪で訴えられ自願金のため、奔走する母親を演じ、台湾の金馬、進むの助演女優賞や香港で遠泳金像進むでの主演女優賞など数々の映画祭で、女優賞に輝いた。2011年には、ピーター・チャン監督作、捜査官 X で、ドニー・イエンと戦い、久々に本格アクションを披露し、 助演女優賞にノミネートされている。また、2013年に公開されたジュノマック監督のヒット作、キョンシーでは、根蔵進むの助演女優賞を獲得。実力派女優としてのキャリアを重ねつつ、近年はアクションのある映画への出演も増えてきており、2017年にはアクション映画、ミセス系裏切りの一撃で主演を務めた。一方、第36回、 混雑進むにおいては、幸運ゼガのアルツハイマーに侵された女性の演技で3度目の主演女優賞を受賞した。また、クララヤベキという英語名について、第12回大阪アジアン映画祭のゲストとして登壇した際に、それらは日本で付けられたもので正しくは、カラワイであると発言している。AB、第12回大阪アジアン映画祭大阪、アジアスターアワードから、y、さんに決定。 第12回大阪アジアン映画祭。2017年4月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年4月12日閲覧。サイモン吹雪、めぐみ天使永年創生法妹めぐみへくれない。愛盗。大起源。2015年9月28日時点のオリジナルより、アーカイブ。2012年10月5日閲覧。a b 深度解析、めぐみへ。 敵範囲を起伏、神税一代寄女子、一読派と、明状的悲惨同年賃小春哲草理佐諸官能、かつ、人民も、2015年9月29日時点のオリジナルより、アーカイブ、2014年4月12日閲覧、都暮れないともこ喫下、マカオ日報、2015年9月25日時点のオリジナルより、アーカイブ、 2012年2月18日閲覧。めぐみえ、だおんななりおもえひか。中国網。2015年9月28日時点のオリジナルより、アーカイブ。2012年6月28日閲覧。同世天外、林外人生早々。はい、広告。2015年9月29日時点のオリジナルより、アーカイブ。2011年5月5日閲覧。 めぐみえい、料金増ょ談な位置かげ、そうきつね、2015年9月28日時点のオリジナルより、アーカイブ、2010年4月21日へつらん。八代伊サオの家はん、イサオせいげ、そうきつね、2009年4月17日時点のオリジナルより、アーカイブ、2008年4月8日閲つらん。香港映画の父ラらんらん、少子が死去。 ジャッキーら映画スターを量産、香港。レコードジャイナ。2015年9月29日時点のオリジナルより、アーカイブ。2014年1月8日閲覧。10、ダオンナイタルカギコウ。恵みへくれない自爆うよく打つ。クスし自殺。大紀元、2015年9月28日時点のオリジナルより、アーカイブ。2010年9月12日閲覧。 第29回、今蔵進むの勝ち組は、サイモンヤムとクララワイ、送り人も受賞、香港、レコードジャイナ、2015年9月29日時点のオリジナルより、アーカイブ。2010年4月19日閲覧、ありがとうございます。